今日午前6時31分ごろ、気象庁によりますと、各地の震度は輪島市と珠洲市で震度5強、能登町で震度5弱、七尾市と穴水町で震度4、金沢などでは震度3の揺れを観測しました。震源の深さは14キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。県内で震度5強以上の地震が発生したのは、1月6日の震度6弱以来となります。珠洲市の中心部に住む男性は、跳ね起きたというか飛び起きました。周りの状況を見てると物がどんどん落ちてきてたんで、これはまずいと思って、ね、一応外に出ましたね。地震の復旧も大事なんですけど、また今後来る可能性がある地震に対してのですね、防災もやっぱり力を入れていかないと、これまた来ますよ、大きいの。元日の地震からの復旧復興を進めている中での大きな揺れに、地元の人は、1月1日で終わるんかなと思ってたら、また来たのでびっくりしました。怖かったです。まさか次に来ると思わなかったし、本当にもうね、涙しか出ません今。そして不安の声は避難所でも。揺れがひどかったわね。でそんな地震2回の音でしょう。地震だけ怖いもんなんねえわと思ったもん。東海家屋とかも、今日も少し出たみたいなので、また避難所にって方もおられるかもしれません。一方、輪島市大磯町です。こちらでは今朝の地震により住宅が倒壊し、道路の片側を完全に塞いでしまっています。県のまとめによりますと、輪島市ではすでに全壊と判定されていた住宅など5棟の倒壊が確認されています。このうち輪島市二ツ谷町の住宅では、もしかしたら危ないかなとは思ってたんですけど、それがまあ的中して。中谷博之さん、警察からの知らせを受け仕事場から駆けつけたといいます。こちらは元日の地震の後に撮影した写真。もともとですね、一応建物は建ってて、こうくの字でこう向かってこんな感じでちょっとこう曲がってて、それでなんか危ないなとかっていう話はしてたんですけど、もう今朝の地震で結局こんな形になってしまって、かろうじて倒壊を免れていた住宅は1階部分が完全に押しつぶされ、道路にせり出した状態に。工期解体を待っている間の出来事でした。また輪島漆芸美術館で仮復旧した上水道で漏水が、能登町では施設の天井が落下する被害が確認されています。人的被害については津幡町の60代女性が緊急地震速報の音に驚いてベッドから落下し、右足の骨を折る怪我をしました。交通関係では、能越道の穴水インターと能登民インター間が被害の確認のため一時通行止めとなりましたが、午前10時に解除となりました。能登里山街道やその他の道路でも新たな被害は確認されていません。そして運転停止中の志賀原発1号機と2号機については、今のところ異常は確認されていないということです。